うわ。これはもしかしたらむちゃむちゃ久々なんじゃないの？インスタライブ自体がもはや。終了しまして、オリゴティ、帰って大丈夫だそうですよ。あんまり皆さんご心配なく。ネオハマルーンはやばいって、マジで。ルンさん、であればまだわかんねえの。ルンさんの曲かけるよ、今日この後。そういや、今日のラジオのテーマにぴったりなんだから。よし。あ、そうだ、ザファーストの誤解がいっぱいあって、なんかごめんなさいって感じなんですけど、カルテルのミュージックビデオにザファーストの子たちは出てません。勘違いなさらず、もし出てたとしたらもう言うよ、そりゃ。変な噂っていうか変なね、変なよ深読みさせてしまってね、すいませんということですが、久々っすね。うん、どうした？うん、楽しくないのか。楽しいよ。うん、鼻声なんだよ、すごい。いや、もうほんとすごい。なんででしょうね。ですね、燃えますね。工藤大輝の鼻声です。ザ・ファーストの子たち、あれですね、そう、仕事っていうのはミュージックブラッドっていうね、番組に出させてもらった時に、曲、シトラスじゃなくて、そのトリエさんの方のコヨートと雨空をやったじゃないですか。で、それのですごい時間がもうなくて、で、構成とかをこうみんなで起こす時間がなかったから、ザ・ファーストの子たちに手伝っていただいたんですよね。だから、何かに出てるとかそういうことじゃなくて、そのリハを手伝っていただいたということで、アシスタントという形でね、そういうことです。なんで、なんかそんな噂が流れてたというふうに伺ったんでね、ちょっと申し訳ないなと。やるなら盛大にやりたいですね。一緒にやるならね。鼻声なだけで全然大丈夫ですよ。
明日ソータの誕生日か。俺全然明日メンバーの稼働ないや。僕は声捨ての収録がありますね。もうシャイニングワンがヤバすぎて好きすぎて速攻 M フローのタクさんに連絡しました。ヤバいですね。カルテルのダンプラはいつだろう。でも僕らもちょっとまだ把握してるんですけど、でも一応もう撮ってはあるんで楽しみにしていただいて。俺あれなんだよね、直接 LINE とかしちゃうからな、おめでとうとか。ファウンドイットのダンプラ撮ってないっすね。ダンプラ撮るのもいろいろあるのよ。日高くんはもう何かこう連絡をしてないことがないので、いつ会えますかみたいないつ会えますかって言ってて、なんかちょっとあれだよね、意味が変わってきますけど、いつ会えてますかみたいなやり取りをしてました。あのごめんなさい、そしてアイテムの詳細がいつ来んねんって言われてると思うんですけど、本当申し訳ないですね。むちゃくちゃ難航してて、でも今月か来月中にはバババッと行くかなと思います。カーディガンはこれあのクラスっていう日本のブランドなんですけど、デニムもクラスなんですけど、これあのアニエスベーって分かります？みんなアニエスベーっていうフランスの、多分結構いろんなところにあると思うんですけど、アペセみたいな感じでアニエスベーっていうねあるんですけど、それをの昔のそれのなんかいろいろちょっと アップデートしたやつっていうことで、だから似たような形探しだったら多分クラスはもう多分ほとんどないから、アニエスベイでアニエスベイを探すってのもあるかもね。こういうバーっていっぱい入ってるやつ、これはアニエスではないんですけど、めちゃくちゃ細かい話すると多分アニエスはこんなに肩落ちてないし、ここの脇も多分こんなに取れないんで、まあまあまあ、そのボタンっていうディティールだけでいくと、あとこう首かアニエスベイいいんじゃないですか。ドジアさんいるんですか？俺あの見えねえんですよ。ファーストの子たちはいつうちのラジオに来てくれるんですか？待ってますよ。あと 2,3 分やな。なんか面白い話してくださいっていう、もう一番難しい振り、その芸人さんにも絶対言っちゃいけない NG ワード。
ビーバースト出してって言ってます？うちの人に言っときます。至急連絡を。ビーファーストのメンバーの初ラジオ欲しいよね。すいません、笑っちゃいました。ああ待ってるよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、それではよろしくお願いします。すいません、もう始まります。それでは